よし、やるか。姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいた。ルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示。なあこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターゴールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの。バスターコールとは、多数の軍艦によって新一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、政府の所業に疑問を抱いた青生地によって見逃されて生き残った。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。ソゲキング、ん、あの旗、打ち抜け。了解。必殺。ファイアーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。生きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。
を守れ。ラクロンに抜け出せたのいいが、この手を振り切れねえ。カティフラムを取り伏せろ。手に逃がすんじゃねえ。シュート。ついに四方の塔にまで来やがった。とっとと正義の門に行くぞ。みんな必ず助けに来てくれる。島のアクアナミトアソルティ。橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。うわーわらららってかかってた。上等だ。叩っ切る。よし、お前は俺を守れ。援護なら任せろ。切れてきやがった。俺はちょっくら休止室に行ってくるぜ。キリンの持つ底知れぬ破壊力をとくと見よう。その長い首、弱点にならねえといいな。お前も不憫なやつだ。一生キリン人間とは。キリンの何がおかしいんじゃ。わしは気に入っとると言うとろうが。狼、造形の能力者か。安心しろ。見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。しまったぞ。俺はキリンの相手で手。
九刀流アシュラ、ならば最強の乱脚アマネダチでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネダチ苦難上等、好み物なり修羅の道。アシュラ一部銀よ。そっちは頼んだぞ。いつまで少々侮ったようじゃわい。大仏切り
CP9 落とすわ。聞こえてんのか。返事くらいしやがれ。あなたそれはバスターコールローのなんてことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。それくらい言わせろ。どけよ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えはしないよ。もう二度とない。任務は必ず遂行する。花火長官はニコロビンを連れて先を追い進む。私はここで海賊を始末しております。頼んだぞ。お前だけが頼りだ。バスターコールで来る軍艦のためだ。あの門が閉じている間は渦潮が発生して船がまともに制御できない。バスターコールによる砲撃が始まった。この島全体が崩壊するのも時間の問題だな。うわっ、崩れて瓦礫が。早くためらいの橋へ向かえ。四方の塔が崩れるぞ。ロケット、ロケット、ロケット、大槌。うわっ、うわっ、頼むぞ。ちょっと、よっ。たとえこの島の形が滅んで、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。望むの。はっ、六王眼。ルフィ、お前何やってんだよ。起きろ。ゾップ、お前来てたのか。勘違いすんじゃねえぞ。俺はロビンを助けるためにここへ来たんだ。お前の顔なんか見に来たわけじゃねえ。おい、こら、CP9のボスでこさあ、俺様が相手してやる。かかってこい。おい、やめろ。バカか、やめろ。ウソップ、殺されるぞ。黙れ。じゃあ死に損ないのお前に何かできるってのか。こいつは俺がぶっ飛ばすんだ。だったらすぐに立てよ。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんなよ。
逃がすくらいなら
あの女ごと吹き飛ばせ。大将青木より言われている。大将青木より。どうしない。戦艦砲撃開始。追いつきだ。逃げすけ。全員死に。バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ、メリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかが遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一部。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞグランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。
尾も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんツーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。